はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日はマクドナルドさんでハッピーセットを購入させていただきましたので、そちらがどんな感じなのかっていうのをご紹介させていただきたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。はい、ということでですね、マクドナルドさんの方でハッピーセットを購入したんですよね。まあ、というのもなかなかなんか普段ってそんなハッピーセットなんて、まあ、もちろんこう見ていただいたら分かると思うんですけど、完全に俺はバリバリの大人なんでそんなハッピーセットなんて買う機会ないんですけど、2022年11月6日なんですけど、この日は青いマックの日っていうことで、マクドナルドさんで一番チャリティーが盛り上がる日っていうことらしいんですよ。でそこでハッピーセット一つ購入ごとに50円がドナルドマクドナルドハウスさんに寄付されるということだったので、せっかくだったらじゃあハッピーセット普段買うことないけど買ってみようかなと思って、そもそもそのハッピーセットって大人って買えるのかっていうところからだったんですけど、普通に大人も買えるということでね、ハッピーセット購入させていただきました。そんな感じですね。こんな感じでマックハッピーデーということで、1年で一番マックのチャリティーが盛り上がる日っていう感じらしいんですよ。青いマックの日っていうこういうステッカーももらえたりするんですけど、こんな感じでね、ハッピーセットが、内容といたしましては見えますかね、エッグマフィンハッピーセットってことなんで、普通にエッグマフィンとサイドのサラダと焙煎ゴマドレッシングとか、まあ、そこら辺あとミルクですかね、プラスそれに絵本がついてくるんですよ、おもちゃっていう感じで。それで520円で、その絵本がこんな感じ、絵本って書いたんですけどこんな感じです。この絵本はまた後日レビューとか動画で出していけたらいいなっていうふうに思うんですけれども、こんな感じで、まあ、普通にこういうねミルクとかこうサラダとかで、あとこのエッグマフィン、これにこの絵本もついて520円だから、結構なんか安いなっていうかお得な感じがしまして、さらにこの2022年11月6日は青いマックの日ということもあって、このハッピーセットを1つ購入したら50円がドナルドマクドナルドハウスさんに寄付されるということなんで、本当に素敵な気持ちにもなれるし、まさにねこの青いマックの日にハッピーセットを買ったらもうめっちゃハッピーになれるじゃんということで、ハッピーセット購入させていただきました。はい、ということでね、まあ、ハッピーセット大人も買えるんだと、そして絵本の内容めっちゃ気になってるんですけど、多分きっと素敵なんだろうなっていうふうに思います。はい、普段はねやっぱチャリティーとかってなかなか、まあ、チャリティーする身分なのかなって思ってしまうというか、日本って経済大国第3位なんで、普通に考えれば世界的に見ればすごくね豊かで、普通に暮らしてれば餓死することとかもないですし、例えば仕事クビになってしまってもセーフティーネットがしっかりしてて、なかなかね飢餓で死亡するっていうことはないと思うんですけど、まあ、そんな中でもやっぱり周りの人と比べてしまう、周りの人はみんな日本人で経済大国第3位の人たちですから、それと比べてしまったらやっぱり自分は大貧民なのかなって感じてしまったりもするんですけど、でもこういう時にねチャリティーを通じて、うん、やっぱ日本に生まれた時からすごく豊かで、恵まれてるんだなってことを実感しますし、まあ、だったらそれを返していかなくちゃいけないなってことも実感できて、まあ、頑張る活力にもなって、すごい本当にハッピーなハッピーセットだなということで、本日は動画を撮らせていただきました。はい、ということで短かったんですけれども、本日はマクドナルドさんでハッピーセットを購入させていただきましたので紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味をお持ちいただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。